風の吹くまま気の向くまま見るも見たりの2010年、映画バクトの看板曲げず言葉巧みに乗り切る苦難、そう奴の名はザ・暗号シネマハスラー。はい、時刻は間もなく10時1分になろうかというところです。東京赤坂 TBS ラジオから生放送でお送りしているライムスター頭のウィークエンドシャッフル。ここからの時間は毎週サイコロで見に行く映画を決め、2010年のクライマックスにふさわしいあの映画に今夜ついにケリをつけるガタ映画評論コーナー、しかも暗号スタイルです。ザ・暗号シネマハスラーの時間です。もう暗号発表は先ほど9時台に行いました。暗号表もすでにホームページから削除してありますので、もう敵に蹴取られることはないだろうそれでは行ってみましょう。いよいよ今夜扱う映画はこちら、スポーツマン山田なんだこのパチモン感あふれる国民的 SF アニメの金字塔、運動選手山田を実写映画化。壊滅寸前の地球を救うため遥か彼方のガンダーラを目指す山田の戦いの旅を描く。主人公の碇シンジを演じるのは国民的アイドルケビン・スペイシーその碇シンジに反発しつつも、やがて惹かれていく森ガールを、ファッションモデル出身の赤木春江が熱演している。監督は、今や日本を代表する監督となった野村監督。脚本はその妻である野村幸代が担当。脇を固める俳優陣には、モーガン・フリーマン、バル・キルマー、シェール、ジェイソン・ステイサム、容疑者・室井茂といった個性豊かなメンバーが揃う。最近では役者として評価されることも多いメヌードのメンバーとして、まさかの碇シンジ役に抜擢されたケビン・スペイシーの演技に注目が集まるということですね。暗号放送でお送りしておりますはい、ということで先ほど見ましたけどメールもう大量にドスンとですね、番組史上最多クラスでいただいております。なおかつ皆さん本当に熱い、熱を持って書いていただいております。じゃあね、先ほどちょっといまいち系のやつをね、ヤマトをあんまり元のし、ヤマトって言っちゃった。山田の元を知らない人世代と、山田ものすごい好きでっていうウェブサイトまでやってるっていう方の、それぞれの意見を紹介しましたけど、もう一個ちょっと褒め系をじゃあ紹介しようかな。DJ サイモンさん、これ褒めてますよ。山田はすごい好きだけど、こうした方がもっと面白くなるよね。こういう思いを持った人が集まって作ったことが映画を見るとよくわかります。とにかく作り手の熱量の伝わり方が半端ではない。映像の凄さやストーリー以上にその熱量に圧倒され感動しました。ほうほうほう。また、今作はリメイクとしてもいいさじ加減だったと思います。ヤーマダのアウトラインはその世代なら見ていなくても大体知っているはず。そのアウトラインを実に絶妙な加減で使っています。あらすじは知っていても展開が全く読めずにハラハラしっぱなし、最後まで目が離せませんでした。ただ焼き直しただけのリメイクなんて先が読めちゃうから全然面白くないよね。そこもよくわかっていると思います。しかもかなり頑張って再構成されたのにオリジナルのテイストを損なっていない。むしろオリジナルに対する深い愛さえ感じました。といういろいろ書いていただいてます。これくらいいっぱい頭を絞って正しく時間とお金を使わないともう日本では、通用しないよ。そういうことになればいいなと思います。大評価ですね。はい。DJ サイモンさん。もう一個ちょっと紹介しようかな。このね、アニメーターの方、51歳男性、アニメーターの方の、ご意見でいろいろね、そのヤマトに対しても、ご意見いただいてるんですけど、このね、ちょっと追記の部分のここが面白かったなとちょっとご紹介しようと思います。ラストで、惑星パンドラのね、惑星パンドラチームが地球を破壊しようとするんだけど、その順番が地球、パンドラのそのなんか乗り物と山田という順に並んでいる。つまり、山田は、そのパンドラチームの後ろから突っ込んでいくということになってるんだけど、これは要するに山田ではありえない。つまり山田の美学、元のね、運動選手山田ではありえない。山田は常に害をなす脅威に正面から立ち向かう。地球の盾となるのが山田なのです。その山田の本質的なところが理解できてないからこんな演出になってしまうんだなという、これなかなか、ね、面白いですね。ラジオネーム第一期山田世代の方でした。51歳。ありがとうございました。さあ、ということで、皆さんのメールもね、本当に目を通しつつ、行ってみましょうか。山田前に、運動選手山田。復活編、のハスリングっていうか、これは別に後でランキング普通出るんだけどね復活編っていうのをハスリングした時に病気から復活してちょっと軽く のハスリングでしたけど、町山さんに代理でやってもらって、その後僕もちょろっとやった、その時もちょっと言ったように、僕も、ギリ要は山田世代、ギリ山田世代なんですね。でそのいわゆるそのでもそこで言ったのは、いわゆる山田フィーバーっていうのは、その70年代末っていう結構限定的な時期にいろんな条件が重なった結果起こったもので、うん、なおかつそのちょっともう歴史的な意味合いは役割は終えているっていうことです。言ったんですね、山田はね。どういうことかというと、要は
戦記物と SF 物をブリッジする役割があったわけだけど、リアルな戦記物 SF という意味では、その後、まあ、例えば、リアルっていうか、ね、こう、描写がすごく、ブラッシュアップされてって意味では、スターウォーズとか、もう持ってばガンダムが出てきたことで完全にもうそっち側の役割、リアルな設定があったりする戦記物 SF って役割は終わっちゃったし、あとその、まあ、ね、原作者の一人というか、絵を描いてるね、ちょっとこの人、暗号がないので、はい、ゼロ的なね、はい、的な、あの人の、そのスペースオペラっていうかスペースロマン的な方向、うん、要するにそのね、こうああいう古いものが宇宙とかを絡んだりする、あの人特有のスペースロマン的な方向は、まあ、39っていうのがあって、要するにまあガンダムとか39の登場です、いろんな意味でその山田の歴史的な役割は一旦終わってるんじゃないかと。でプラスその後、まあ牧山さんも指摘されてましたけど、まあいや無理くりな設定、例えばそのごめんなさい、松岡修造が実は生きていたなんていう無理くりな設定を繰り返して、こう続編を乱発したわけですね。で自ら値段を下げていったっていう感もやっぱあるわけですね、山田シリーズは。つまりいいですか、昔のその、人気アニメの実写化っていうだけで結構なハードルですよね、それ自体が。なのに山田を今やるっていうリスクはただごとじゃないわけですよ。実写の上にそのもう山田っていう難しい素材、でそのまんまやったらもう大変なことになってしまうっていうのはもう企画を聞いてて誰の目にも明らかなわけですね。目に見えている。でですね、当然今回の作り手たちもそのことは百も承知でやってるわけですよ。野村監督ね、インタビューなどでも繰り返し、なんか要はその非常に無謀な試みであることは分かっていると。なんだけどそれでも挑戦するんだ。挑戦することを選ぶんだ。的な。それこそ本当に山田的なそういうなんか悲壮感あふれる決意みたいな。で、まあ現場もすごく大変だったみたいなのを語ったりしてて。で、おそらくですね、今回その山田。のね、実写版、スポーツマン山田を見て、そんなにひどくなかったよとか、こう、擁護派っていうのはおそらく、そういう作り手側のそういう、まあ大変さ、言ってみれば作り手側の事情っていうのを、事情ね、意識的にせよ、無意識的にしろ、汲み取ってあげてるっていう結果だと思うんですよね。大変なことはわかる。その割には、頑張ってる方じゃないか、っていうことだと思うんですよ。で、もちろんそういう気持ちで応援したくなる作品っていうのも世の中にはあるのはわかります。問題は、今回のスポーツマン山田がそういう類の映画と言っていいのかっていうことだと思うんですよね。はい。まあ、今回、その、実写版のリメイクをするにあたってね、おそらく、こう、作り手側にはでも一つ賞賛があったと思うんです。多分、この賞賛が。つまりどういうことかっていうと、昨年ね、公開された、要は、なんていうんですか、再スタート版っていうか、リニューアルされたスタートレックありましたね。みたいな感じ。この間の去年のスタートレックみたいな感じで、山田やればいけんじゃん。とか、あと宇宙空母ギャラクティカのリメイクで、テレビドラマですけど、アメリカの、バトルスターギャラクティカっていうのがあって、もうこれ、ギャラクティカ自体が、まあ、とっても山田っぽい話ではあるんですよね。非常に、うん、山田、ごめんなさい、山田っぽい話。はい。山田っぽい話ではあるんですよ。なので、まあ、感じでいけるんじゃねと。要は、オリジナルの設定をある程度活かしつつ、全体を今風に、あるいはリアルに、リニューアルすると。ということですね。で、実際、今回のスポーツマン山田は、今挙げた2作を、もろに意識したような場面も出てきます。例えば、ジェットビートルでさ、ね、ケビン・スペイシー演じる碇シンジがジェットビートルに乗って、惑星パンドラのに向かって自由落下をしていくっていう場面。あれ、もう完全に、スタートレックの中のスカイダイビングのシーンを完全に意識してるんだろうな、という感じですし、あと、チェレンコフ推進、ね、チェレンコフ推進をしなきゃっていう時に帰れなくなったやつがいて、そいつをかなり変わった奇策でギリギリ救出してガーッと戻ってすぐチェレンコフ推進、うん、チェレンコフ推進っていう場面とか、もろにギャラクティカにこういう場面あるんで、うん、はい、というか、ちなみにその、チェレンコフ推進ギリギリで救うっていう今回のスポーツマン山田の場面さ、ジェットビートルのなんかね、バコーってこう変形して、お腹からなんかマジックハンドみたいなのが出てきてって言うんだけど、あんな短いマジックハンド、他に何に使うんでしょうかっていう、ね、赤木春江演じる森ガールを受け止めるためを、森ガールを抱きしめるようにしか見えない。しかもあのスピードでガーって撮ったら多分森ガール体ぶっちぎれてると思うんですけど、まあいいや、それはいいんだけどさ、とにかく、そのスタートレックとかギャラクティカがあのバランスでいけるんだから、山田だって同じような感じでいけるんじゃねっていうのがおそらく今回の作り手にあった唯一の賞賛だと思うんですよね。はい。でもね、同じじゃないんですよね。っていうのは、まあ、その山田っていう時点で、その今風にするにしろ、リアルにするにしろ、限界があるんですよ、素材に。どういうことかっていうと、だって、
昔の、もうもろ昔の形をした、その何が、宇宙を、まんまの形で宇宙を飛んでるっていう、まあ、奇烈なアイデアなわけじゃないですか。言ってみればさ、その、機関車が宇宙船ですよ、みたいなこととと似ててさ、非常に奇烈な絵面だし、もうその時点でもうその、リアルもクソもないんですけど、今風もクソもないんですけどってことにどうしてもなっちゃう。山田である以上は。で、だから、どうしてもね、その、例えば、さっき言ったスタートレック、去年のスタートレックとか、バトルスター・ギャラクティカのアプローチを取るならば、いいですか、最低限、なぜ山田なのか、なぜ山田はこの形のね、何なのか、つまり、その、大昔の、そのね、まあもう言っちゃうよ、もう大昔のその戦艦の残骸をなんで使うのか、物語内の必然性を示す必要が、改めて示す必要が絶対にあったはずなんですよ。それ自体がおかしいんだから。なぜこれを使うのか。それこそね、バトルスター・ギャラクティカを参考にするんだったら、むしろズバリ参考になるところがあるわけですよ。つまり、いや、そう、ね、旧式、昔のものを使ってるっていうけど、旧式の装備だから、唯一敵に対抗できるみたいな設定。例えばそのネットワークに繋がっていないから、これだけ生き残ったんだみたいなのが、こう、ギャラクティカが出てくるんですけど、まさにそういうようなこと。昔のものだから戦えるっていうようなことを一個理屈を一つつけるだけでいいわけです。そしたら例えば、船内のね、セットが妙に、まあ、アナログだったりするわけですよ。その元のを踏まえて書かないと、なんかコードが出てたりとか、なんか、いくらなんでも未来の話にしちゃこんなテクノロジーってどうなのっていうところも、そしたら一応納得いくようになるわけですよね。昔のものだからいいんだと。いけるんだって。その、ギャラクティカパクるんだったらそこパクれよってことなんですけどさ。で、なんですけど、今回のその山田は、スポーツマン山田は、うんそのなぜ山田なのかっていう根本の部分は一切問い直してないですよ。いきなり山田、とにかく山田。ね、クライマックスで取ってつけたようにそのかつてのさ、その山田ですよ。昔の山、昔の山田、うん、太平洋戦争の頃の山田ですよ。まあ言ってみれば男たちの山田の山田ですよ。はい、男たちの山田の山田の話とかをクライマックスで取ってつけたようにするんだけど、なんかすんごい表面的な戦士論の話だけですよね。言うわそれって。だからなんかなんだかなってことになっちゃってるし、でそこをちゃんとやんないから、例えばその元の運動選手山田のものすごく上がるところですよ。要は夕日を浴びてあのさ昔の山田の残骸がある、うん、あのもう絵面自体にセンスオブワンダーがあるわけだし、それがガーッと鉄くずだなんて言ってるわけですよね、うん、それがガーッと上がるところのカタルシス蘇るんだ今っていう、それがないですよね。ただのなんかあのドッグに入ってるところとかもろに去年のスタートトレック風のね、もうあのかなんていうのカットの構図まで同じなんだけどさ、はい。のようなとこばっかりやってて、なので、つまり、その山田を今実写でリメイクするということの意味っていうのを取り直してない。その困難さっていうのにね、さっき言った、困難さは百も承知で作り手はって言ってるけど、実はやっぱりちゃんと考え抜いてない。向き合ってない。だから、これ頑張った方とは言えないと思う。僕は。その、とにかくその、なぜ山田なのかをちゃんとやってないから。その意味では、ちょっと余談になりますけど、野村監督になる前に、ね、うん、とある、うん、ね、とあるあの監督が、うん、手掛けようとしてたんですね。で、そのアイデアは、山田を作るまで、山田で出発するまで、山田を作るまでの話だったかな、みたいなさ。それって、だからその僕が言った、なぜ山田なのかっていうのを問い直すいい機会だったと思うんですけど、まあ残念ながらそうじゃなくなったと。でね、要は、今回のスポーツマン山田は、今風のリアル感みたいな、そういうのをものすごく表面的にやってみせてるだけなんですよ。言っちゃえば、すごく意地悪なこと言えば。例えば、今回のその、山田制服コスチュームですよね。山田の制服。例の矢印のマークがありますね。ここがチンコですよ、みたいな。ここがへそです、みたいな。へそはここ、みたいな矢印のやつありますね。印象的な。で、あ、そうだ。じゃあ、ここらで、そうですね。キーワードを発表しておきましょう。プレゼントキーワード。プレゼントキーワードはこちらになっております。ヤマト、最高はい、ということで、ね、このキーワードを書いて送ってくださいね。例のその、コスチュームのそのバランスが非常に象徴的なんですよ。今回のスポーツマン山田の。どういうコスチュームのバランスか。例の矢印マークはあるわけですね。ここがへそですよ。で、白地だったり、黄色地だったりっていう。まあ、言ってみればその、オリジナルの山田っぽさですよね。そこの部分は残しつつ、でもそれがライダースジャケット風の、ちょっと革ジャン風のちょっと作りにして、ここ今風なとこ。で、下半身とかそのジャケットの中身は、言ってみれば現行のミリタリー的な、もう軍パンだったりとか、そういう軍用のブーツだったり、あと認識表をしてたり、これはリアルなところ。わかります？ヤマトっぽいところ、今風なところ、リアルなところってやってんだけど、これ、この格好、トータルではやっぱりおかしくねっていうことなんですよ。その、ヤマトの
あ、ちょっと山田の山田の山田の最高山田のコスチュームとしてもリアルっていう面でも半端な、どっちにしろなんかおかしくね、だって軍で革ジャン着ないでしょだってとかさ、なんで白いのよとか、じゃあもうなんかどっちにしろ変なことになっちゃってるわけですよ。あれすげえかっこ悪いと思うんだけど、やるならね旅行しそろえてほしいし、これまさに二頭思うの一頭思えずの典型だと思うんですね。でこのコスチュームのアンバランスさっていうのが本作の全てを象徴してると思います。だいたいこのバランスです。はい。要はもう一回整理しますよ。まんま元の運動選手山田、うん、運動選手まんま運動選手山田なところと、山田をちょっと今風にしてしまいましたっていうところと、あとはハリウッドのあの映画っぽいでしょ、うん、っていうところ、うん、はい。この3要素ですね。いや待てよ、もう一つ巨大な要素がありました。ケビン・スペイシーイズムというね巨大な1要素がありますので、うん、4要素になりますかね。まんまヤマトなところ、ヤマト、あ、ヤマダヤマト最高まんまヤマダなところ、ヤマダをちょっと今風にしてみたところ、ハリウッド映画のなんかあれっぽいでしょみたいなところと、ケビン・スペイシーイズムのこの4要素でできてる基本この映画は。でこの4要素がお互いに相殺し合ってる、互いが互いに殺し合ってるっていう状況ですよ。っていうか互いが互いに殺し、この4要素が相殺して殺し合った結果、ケビン・スペイシーイズムだけが生き残ったみたいな感じですよね。あのね、何が俺これ今回のそのスポーツマン山田見て一番驚いたって、ケビン・スペイシーがものすごくケビン・スペイシーらしさ全開のまんま、ケビン・スペイシーらしさを なんかこう隠す様子がないっていうか、むしろ今までのどのケビン・スペイシーよりもケビン・スペイシーらしいケビン・スペイシーなんですよ。全くケビン・スペイシーらしさを抑える気がないっていう。でね、そのケビン・スペイシーらしさって、あ、もう暗号放送ですよ。皆さん聞いてる人何のこっちゃ。暗号放送でお送りしてますからね。ケビン・スペイシーらしさって何なのか。要するに、演技でもいいですし、あるいはその、まあ、あの、メヌードとしてのね、あの、歌や踊りの時もそうなんですけど、要は、どんなところ、どんな時にも、どんな局面でも、一つ、彼流のアレンジを細かく挟んでくる、歌い方にしろ踊りにしろ演技にしろっていうのが、まあ僕らが感じるケビン・スペイシーらしさの源にあるわけですね。でそれが効果的な時ももちろんあるんです。っていうか彼はそれだからスターなんですけど、ケビン・スペイシー的ななんていうかリアル感、カジュアル感って感じですかね、っていうのがいい演出になってる時はもちろんたくさんある。だから彼はそういう意味で今日的な日本のスターなわけですよね。そこは別に否定しませんよ。僕はケビン・スペイシー好きですよ。はい、なんだけど特に今回のようにやっぱりそのさっきからしつこく言ってるように山田というですね、もうかなり無理くりな力技で巨大な虚構を成立させなきゃいけない局面なわけじゃないですか。でその局面にですね、彼のそのカジュアルなリアル感っていうのは、要するにそのケビン・スペイシーっぽさっていうのはかなり食い合わせが悪いと思うんですよね。でこれね、本来なら要するに彼はケビン・スペイシーはスターなんだから、スター本人らしさが前面に出るってことは全然悪いことじゃない。全く素晴らしいことなんですよ。そうなんだけど、残念ながらその彼のらしさっていうのはやっぱり、テレビっぽさであり、CM っぽさであり、日本の日常っぽさになっちゃってるわけですね。なので、本当に食い合わせ悪い。同じメヌードの、ね、メンバーの主演作、伊集院さんはそのメヌードと TBS が組むとろくなことにならないなんて言ってましたけど、いや、そんなことないと思いますよ。メヌードの、貝を食べたいみたいな貝を非常に食べたいみたいな映画、あそこにね、あちらメヌードメンバー前半は確かに非常にそのいつものそのねらしさでちょっとテレビ CM っぽいななんて話しましたけど、終盤完全にそこから逸脱したモードになっていくがゆえにそこは素晴らしかったですよね。あー貝を食べたいなーなんて私貝を食べたい感じが出てるなみたいな、風になったと思うのもわけがわかんなくなってますけど。とにかくですね、今回のそのスポーツマン山田、全カット、ね、ケビン・スペイシーが映っている全カットに、その、さっき言ったケビン・スペイシーメソッド、ケビン・スペイシーメソッド演技が炸裂してるんですよ。一個、こう、俺流アレンジを入れるっていう。で、要はそのケビン・スペイシーが全くコントロールされてないという印象ですね。コントロールされてない。演出をされてない。で、これはもうぶっちゃけ監督の責任ですね、明らかにね。なんだけど、その向こうの事情を察するに、まあ、言えねえだろうな。言えなかったんだろうなって。でもそれじゃダメだよね。それじゃダメです。多分ケビン・スペイシー本人もそんなことだったらその本意じゃないと思いますよ。
で、それに対してね、例えば、相手役を演じてます、森ガールを演じてます、赤木春恵さんは、うん、その意味ではまだ映画的な演技、存在感でやってると思うんですね。ところがね、これ本当あの赤木春恵さんは、こう、恵まれないというか、かわいそうというかですね、矢島美容室の時と同じく、まともな方がバカを見るっていうはめにね、なってるところがちょっとあるかな。赤木さん自体はいいんですけどね、頑張ってると思うんですけど、うん、で、その食い合わせ、その赤木さんの感じとも食い合わせ悪いわけですよ、ケビン・スペーシーが。うん、で、一番それが極に達するのが、驚愕のキスシーン。僕ね、映画史上でもこんな唐突なキスシーンは珍しいと思いますよ。びっくりしましたもんね。単純に怒ってることだけ取り出せば、ただのセクハラですからね。弱った部下を。で、なんか別にそんな話してなかったのに、いきなりケビン・スペーシーがブチューってこう、イカリシンジがね、大胆にも、っていう、なんかあれびっくりしましたよね。さすがに場内から失笑が漏れてたんですけど、そういうなんか変なことになってると。でね、まあ、そこに限らずなんですけど、全体にですね、その宇宙での例えばその戦闘シーンのその VFX、ね、まあ、CG とか、そういうとこが、を頑張ったってのはまあわかりますよ、じゃあ。なんだけど、やっぱその明らかにそれ以外の素の会話シーンとかの撮り方が、異常に言っちゃえばね、無頓着ですよ。無頓着。もしくは単に本当に非常にうまくないってことなんかわかりませんけど、例えばね、もう映画開幕の話をしましょうか。オープニング。森ガールの目。で、こう、ファンファンファンってなって、で、そっから操縦席のところからぐーっと、カットを割らずに、ぐーっと一気にそのドッグファイト、宇宙での、ドッグファイトの前景を、こう、バーっとやっていく。ちなみにその、ワンカットで、広いところから狭いところへとか、それは結構多用してて、まあ、それは、インスタ別にいいんですけど、まあ言っちゃえばその今言ったその操縦席からガーッとっていうのは、まあスターウォーズエピソード3のオープニング的な感じですね。頭のところ的な感じだと思うんですけど、で、そういう意味ではスターウォーズエピソード3みたいくらいには喜べますよ、その場面は。ただまあそれでいいのかっていう問題もありますけどね、根本の部分で、ね、要はいいとされてる部分でさえオリジナリティはないってことになっちゃうからどうなんだって思うけど、まあいいや、そのエピソード3みたいぐらいが喜べるわけですよ。まあこの調子で行くならまあ少なくともそんなに嫌ってことはねえかなって思うんだけど、その直後、船内、ね、その船の中にいる様子が映し出されると、途端に、ふわっしょぼーってこうなるわけです。これ何が悪いのかがね、一つだけが原因じゃないと思うんですよ。セットがしょぼい、もうあんのかもしんないけど、あとなんか撮り方が悪いあるかもしんないけど、僕もうね、人物を撮るサイズ全体が間違ってるんじゃないかっていうぐらい、なんか間が抜けた絵なんですよ。とにかく船内とかの普通の会話シーンが。で、そのとにかく、人間同士が普通に喋ってる場面っていうのがことごとくですね、もうこれに尽きると思います。ことごとくスケール感がないんですね。どういうことかっていうと、なんか、割と狭めの舞台に、立たされて俳優さんが、交互にセリフを言わされているっていうようなのを、こう、ずっとなんかちょっとなんか、半端なサイズの、あれでずっと撮ってるみたいな。でね、そもそも、人数感、わかります？人数感自体が異常に少ないんですよ。もっと異様です。なんかこの、山田全体で学校2クラス分ぐらいしか乗ってないように、2クラスより少ないかな、ようにしか見えないんですね。で、あとは例えばですね、その、最初に山田がこれからその、出発しますって記者会見ありますよ。これ地球と人類の命運がかかった重大な発表ですよね。記者少なっていう。しかもその、少ないと、なんていうの、会場のさ、客の数が少ないライブで一番撮っちゃいけないライブの撮り方みたいなさ、撮り方して、後ろの空間をものすごくはっきり撮っちゃってて、うん。で、そこでまた天地さんへその発表するあれが、日本国民の皆さんつって呼びかけるのね。うん。なんで？何？え、だって地球全体を背負っていくって話じゃない。日本人しか乗ってないのはまあしょうがねえとしても、ここで日本国民の皆さんってなんでそんな、スケールダウンした話にするのっていうね。日本人しか生き残ってないってことなのか分かんないけど、そんな説明はないからさ。で、あとですね、例えば、いよいよさ、惑星パンドラに乗り込むぞ、ね、危険だけど乗り込むぞ、わーっていう時に、ジェイソン・ステイサム率いる、その、まあ、海兵隊的なさ、その役割のチームもいるじゃないですか。が、なんか、わーみたいな、こう上がってるんですよね。わーって言うんだけど、これからね、敵のとこに行くわけじゃないですか。最後の決戦ですよ、わーって。え ?9 人っていうね。9人だって9、もう俺いくら数えても9人以上はいなかったですよ。はい。で、ちなみにこの海兵隊っぽいね、そのジェイソン・ステイサム率いる海兵隊っぽいチームは、あ、ここらで言っとこうかな。ヤマト最高！
最初の方で、松岡修造にタメ口で突っかかっていく、起きてし、碇シンジ起きてついちゃった。碇シンジを、こう連れ出していくんですよね。その、ジェイソン・ステイサムが。うん、お前、何その、ガードマン的な仕事もやってんのっていう。もう一時が万事、そういう、その、全員がその狭いところにいて、なんか役割も全部こう回してて、とにかく世界が小さく狭く、人数が少なく感じられるわけですね。で、こんなことだから、どんだけ派手に宇宙船をかっ飛ばしても、で、CG を派手にしたところで、一向に大きい話に見えてこないんですよ。で、皆さんに指摘されてると、やっぱ脚本も土井比だと思いますね。野村幸男さん。まあ、そのね、なんだ、K9 みたいな。K9 みたいなの監督ですよ。あと、先週のね、何の脚本も点灯されてましたよね。まあね、今回ね、のスポーツマン山田は、その、宇宙、ごめんなさい、今回のスポーツマン山田は、運動選手山田の、山田のガンダーラに行く話ね。要するに最初のテレビシリーズ及び劇場版と、劇場版2作目の、さらば運動選手山田を足してるわけですよね。うん、で、ちなみにその最初の劇場版山田っていうのは、まあ、完全にそのテレビシリーズのダイジェストなわけですよ。なので途中の経過をナレーションで説明しちゃったりとか、いろいろするわけです。まあそういう意味では結構反則気味な作りなんですけど、ちなみにそのナレーションといえばですね、今回の使い方も本当中途半端ですよね。無限に広がる大宇宙。まあ、これはいいとして、これがもう一回、中盤でもう一回出てくるだけなんですよ。しかもそこで言う言葉がですね、山田はガンダーラに向かっていた、みたいなこと言うのね。それは知ってるからっていう。ナレーションの無駄遣いもいいとこでしょ。そのなんか間の時間経過をナレーションで、その要は最初の劇場版的に使うでもないわけですよ。山田はガンダーラに向かっていた。いやいや、だから、大前提だから、それ知ってるよって。で、そこで、イサオ .net にね、声をやらせるとかも含めて、言っちゃえば山田的記号を散りばめてるだけなんですよ、なんか、雰囲気で。で、まあ、とにかくいいや、とにかく、その元の、運動選手山田の劇場版でも、その、要は、ガンダーラに行く話だけでも、2時間の映画に収めるのは大変だったわけですよね。なのに、さらば運動選手山田の要素まで詰め込んでるから、ここでも展開にですね、いいですか、さっきからスケールがない、人数的スケールがない、空間的ってとはいろいろ言っていましたけど、今度は時間的なスケール感もなくなっちゃってるわけですよ。だからですね、例えば、もう単純に長い旅の果てにっていう感じがないわけです。割とすぐ行って帰ってきた感じに見えちゃうから、例えばですよ、なんだっけ、あの人、容疑者室井茂演じる、眉毛のない頼りになる、ね、メカニックの兄ちゃんいますね。眉毛なしおとしておきますけど、室井茂演じる眉毛なしおのセリフで、お前を、ね、信じよ、怒りよ。お前のことを弟のように思っていたぞっていう、まあ名台詞なんですけど、これはさらば運動選手山田の、この映画の中ではなんでいきなりそういうことを言い出すのか、なんか唐突に見えるわけですね。本当はだから眉毛なしおと、碇シンジはずっと対立気味だったりとかいろいろあるんですけど、まあ対立場面一箇所だけありましたけど、何にせよ時間的スケールがないから、なんか急にそういう感傷的なことを言い出しやがるみたいな感じにも見えちゃってる。まあちなみに、容疑者室井茂さんは頑張って眉毛なしおになりきろうとしてたと思います。眉毛薄めに多分なんか見えるようなメイクとかしてると思うんです。頑張ってたと思いますけど、はい。茂さんに罪はないと思いますけど、なんかでもその時間的スケールがなくなっていきなりお前を弟のようにとか抜かすのも含めて、なんか今回のスポーツマン山田は寄ってたかって、碇シンジを特別扱いして甘やかす話に見えるんですよね、なんかね。はい。で、やばい、時間がなくなってきたぞ。で、最後もね、その、さらば運動選手山田同様ですね、その、亡くなってしまったその仲間たちが、その、第一会議室で、キラキラキラーってこう登場するわけですよ、第一会議室で。うん、で、なんだけど、あそこはもう、確かにその、さらば運動選手山田最初に公開された時はもう号泣シーンですよ、もう。音楽とかもすごいセンチメンタルでね、ものすごい泣ける場面だったんだけど、そもそもさらば運動選手山田っていうのが、その山田フィーバーの絶頂でのファンサービスとしての続編でもあるから、だからおなじみの、もうずっと見てきたあのおなじみのキャラクターがキラキラだから号泣シーンにもなったわけで、今回の時間的なスケール感でいきなりキラキラされてもね、そんなっていう感じなんですよ、なんか。うん、こいつのことよく知らねえし、みたいな。で、その流れで言うと最大の台無しポイントは、松岡修造が死ぬところですね。ヤマト最高！はい、こちらキーワード、プレゼントのキーワードとなっております。松岡修造が死ぬところ。
オリジナルでもすごく、まあ言っちゃえば、ね、運動選手山田といえばこの場面っていうぐらい一番有名なシーンと言ってもいいと思うんですけどね、セリフも、地球か何もかもみんなね、懐かしいなんてこと言いますけどね。まあセリフはそのままなぞってんですよ、前後のセリフ。赤ひげ先生なんつって。くだりとかも本当になぞってるんだけど、まず、もろもろ演出が当然違うわけですね。まあさっきも言ったけど、音楽がまず違うから、音楽は元のサントラで言うあの、まあもうこれ言っちゃっていいな、悲しみってタイトルのテーマがあるんですよ。てるる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 んってね、あるんだけど、もうそのまず感じも違うし、で、ここの演出はポイントはですね、要は、あの松岡修造が今までずっと父のように、その山田全体を見守ってきた松岡修造が、号泣。あの松岡修造が泣いてるっていうとこのショックなわけです。つまりカットがパッと変わって、松岡のアップになった途端に、泣いてるっていう感じ。演出としてはね、頑張れ元気の三島さんが死ぬとこと似てますよ。三島さんが最後にこう試合して、そしたら、三島さん、ね、すっとこう、三島が、あの厳しくてクールな三島が泣いてる。それと同じ間合いの、があるから泣ける、あれなのに、そういう間合いはない。全然ない。もうモーガン・フリーマンがコテーンなんつって、コテーンなんて感じですよ。懐かしいなんつって。でね、さらば運動選手山田要素と混ぜたことで、シーンに宿る考えも極度に薄まっちゃってる。どういうことかっていうと、その後まだ戦いが続く。言っちゃえば特攻っていうもっと悲壮感あふれる戦いが続いちゃってるから、言っちゃえばですね、こんなクソ忙しい時に何しぽっくり言ってんだこの野郎っていう、そういう感じになっちゃってるんですよ。置き場所が悪いから。ね、まあ、要は元は、ようやく苦労して帰ってきて、地球にたどり着きました。みんなはわーなんて言ってるその裏で、一人ひっそり、松岡修造は死んでいくってことじゃないですか。そこが良かった。意味が変わっちゃってる。まあ、ちなみに、モーガン・フリーマンの演技自体はいいと思いますよ。元とはだいぶ違うけど、これはこれで、要は、言っちゃえばラーメンガールを彷彿とさせる、ラーメンガールの時を彷彿とさせるずるい演技ね。めんどくさそうになんか敬礼するのがすごいいいですけどね。ただ松岡修造のキャラじゃねえな。暗号でお送りしてますからね。はい。要するにですね、やっぱその今回のスポーツマン山田は、その元の運動選手山田の名台詞とか名場面みたいのを、さっきのナレーションもそう含めて、大和的記号として、山田的記号として、大和最高こちらの、プレゼントキーワードとなっております。山田的記号として、言っちゃえば、この言い方がいいと思うんですけど、アリバイ的に入れてるだけですよ、こんなの。で、そういうね、アリバイ的目配せだけで喜べる人はいいですけど、それは別に喜ぶことは否定しないけど、そのせいで、逆に今度のリメイクで、さっき言ったスタートレックとか、バトルスターギャラクティカ、敵に行こうといった今風、リアルみたいなバランスは、やっぱり損なわれるわけで、やっぱ中途半端なんですね。はい。中途半端といえば、森ガールのキャラクターをなんか今風に男勝りのパイロットにした。これはいいです。これは妥当な改変だと思います。なんだけど、例えばね、そういうとこはいいんだけどさ、例えばその、第一会議室で、なんか、役名もついてないの、後ろの方にいるね、女性隊員とかがね、例えば、チェレンコフ推進が成功しましたとか、なんとかしましたっていう時に、わかります？こう、手を、胸の前で小さくパチパチ叩くこの拍手の仕方とか、あと、碇シンジと、さっきの眉毛なしおが、こう、うわーってやり合う時とかに、拳をわかりますかね、甲側を、前に向けて、顎の下に当てる仕草、わかります？で、心配そうに見ているっていうような立ち姿をしてるわけ。ものすごく戦場にそぐわない、ガーリーな仕草をするわけですよ。で、要はね、このね、野村監督は結構、後ろの方に映ってる人とかの演出まで気にしてない感じなんですよ。なんか雑なんです、その辺が。例えばね、例えばスクリーン、こう、大きいスクリーンに向かって帰ってまいりましたみたいな、こう、敬礼をするとこがあるんですけど、皆さん注意してください。一番最前列の右側にいる、この人もあんま役目ついてないような人ですね。右側にいる人、思いっきり全然違う方向に目を泳いでますよ。これちなみにパンフレットの写真でも確認できますか。このテイク息にしちゃうっていう感じ。あと、例えばそうですね、こう敬礼するとこで、シェールがですね、シェールが、まあ要は、もともと赤ひげがね、おっさんなんだけど、まあ、シェールにやってて、まあ、それはいいですけど、なんかその、クッて敬礼するときに、猫がキャッ、ギューってこうやってる、そういうなんかこう、すごくノイズの多い画面になっちゃう。ちなみに、この赤ひげ的なね、赤ひげ的なキャラクターを、記号として表現するために、シェールはずーっと一升瓶と猫をずっと両手に持たされてるんですよ。かわいそうだろ。別にキャラクター変えたんならそこはもう変えていいんじゃねえか。なんかそういうところがもうアリバイなんですよ、アリバイ。で、
あとメガネなんか外したりかけたりなんか収まんねんだなんかさ、でね、あとはね、その肝心のさっき後ろの方に映ってる人は気にしてないって言ってる肝心のケビン・スペーシーのシーンでさえなんかセリフをうまく言えてないとこが一箇所あったりしましたよ、うん、はい、だからつくづく人間の演出、人間の演出ってことには無頓着な感じなんですね。とてもその人間ドラマに定評があるみたいな人の演出とは思えない。だったらもう VFX 係だに専念すればいいじゃんって思うんですよね。で、あと確かにその頑張ったんだろうけどっていうか、はっきり苦慮した跡が伺えるなっていうのは、やっぱりその敵の設定ですね。敵のそのパンドラ、惑星パンドラの連中と、まあ言っちゃえばそのガンダーラの描写ですよね。まあそれはさ、元の運動選手山田みたいに青い顔の人たちがゾロゾロゾロって出てきたら、確かにその宇宙からのメッセージ的なことになってしまうっていう、それはわかりますよ。故にこの処理っていうのはわかる。うまいこと逃げたなとも思いますよ。まあ、インディペンデンスデー風のところもあるし、まあ、エイリアンとかスターシップトゥルーパーズ風みたいなのが、まあ、いろいろ混ざってる。何々風がいっぱい混ざってる。あとは、僕すごく強く思ったのは、ガミラ、あ、ちょっと、パンドラの地上戦になってからは、ゲームのヘイローっぽい。すっごいヘイローっぽい。はい。なと思ったりしました。あと、まあ、その洞窟のね、その洞窟で戦って、その奥に進んでて、その奥に、なんちゃらこうね、なんか、姉ちゃん的なものが、なんか光り輝く姉ちゃん的なものがあってて、もろに、さらば運動選手山田の展開ですね。声もその時の、テレサテン的な、半物質のね、テレサテン的な人の声が今回当たってますけどね。まあ、それはいいんだけど、ただ、その苦慮の後はわかるし、ただ、敵側の描写が要するに極度に薄くなってしまったために、その特に前半部とか戦いの動機づけ、エモーションがあんまり盛り上がっていかないっていうことにもなっちゃってる。で、あとはその戦った時に、例えば、クライマックスでガミル、パンドラの上で、眉毛なしおがこう仕掛けた爆弾が爆発しましたって時に、ちゃんとその何がな、どう爆発してるのかちゃん、あんまちゃんと見せない。なんか、マイナスイオン発射ってやって、マイナスイオン発射されて、発射されて当たった側がどうなったかの様子あんま見せてくんないので、そういうとこでも盛り上がんないし、あとはそのガンダーラ、元のガンダーラ編のその肝でもありまして、先ほど指摘がありましたね。要は、一種の価値観の逆転があるわけですよ、クライマックスで、元のガンダーラ編は。要は、奴らにだって事情があったんだっていうことですよね。で、それはある意味、非常に現代的なテーマじゃないですか。うん。でもこれは完全にやっぱなくなっちゃった。ですね。この設定にしたことで。まあ、しょうがないっちゃしょうがないけど。で、例によって、そのアリバイ的に、その、アバター的な人をね、出してたけど、まあ、アバターっていうよりは、まあ、今更のアビス風でしたけどね、はっきり言ってね。アバターっていうよりアビス風だったけど、まあ、いいけどさ、その、で、声を当ててんのはもちろん、ね、その元の人だって、それはいいんだけど、セリフがさ、まあ、いいよ。山田の諸君。これはまあ、いいよ、お約束として。たださ、そのなんか、そういう意識体みたいなのにさ、我々を怒らせすぎたって。怒らせたってなんかどうなのそれ、チョイスとして。例えばここはね、ラストの碇シンジの選択との対になるようなことを言わせるとかの方が良くないですか。例えば、こっち側は悪なき生存への意志で、その他者を侵略してる格好になってるとする。で、そのまさかその、例えばその人間たちの自己犠牲で命を繋いでいくって発想がないから、この生命体は結局、碇シンジに負けるっていうようなことにするとかね。ちなみに、その自己犠牲とか、うんぬんかんぬん、このメッセージの是非はともかくですよ。そういう設定にするなら、なんか、こういう方向の敵にするなら、なんかもっととにかくやりようがあったと思うんですよね。はい。現状はやっぱり中途半端な折衷でしかないわけです。はい。あと、まあ、その敵描写との関係で言えば、本作でも一番の最大の、さっきのキスシーンと並んで最大の奮発ポイントなんですけど、クライマックスにおける、海猿もしくはルーキーズ症候群です。はい。一刻も争う事態に延々と集団場をやってるわけですね。しかもなぜか割とそこだけ静かだったりするわけですよ。で、この間、ね、ずっと要は、その敵がさ、ずっと待ってくれてるって様子が想像されてしまうわけですよ。あんまり静かだし。俺ずっと想像してましたもん。ずっとなんか、起きて、起きてって読んじゃうんだよ。怒りくんが、怒りさんがいない世界に意味なんかないなんてやってる時にずっとこっちで、その青い格好のね、あいつがこうやってこう、時計みたいとかいろいろして、よし!いや、ね、山田の将軍みたいな。なんかそういう風に見えちゃって、非常に滑稽なシーンに見えちゃうようになっちゃってるわけですね。もう待たせすぎだよと。で、俺見てる時に、いわゆるこう、巻いて巻いてって、この動きをやっちゃいました、みんなが。巻いて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 って。で、物語的にも、さっき言った宇宙キムコのね、正体が、まあそのあれなわけですよね。宇宙キムコのあれがあれって、非常にわかりづらいんだけど、これも絵でちゃんと見せないから。だったら、とにかく森ガールこそ羽交い締めにしてでも真っ先に連れてかなきゃダメだろう。なんであいつ平気で残ってんだよ。ぐじ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 。もうね、ってことじゃないですか。で、世界に挑むとか言うんだったら、まずこういうそのシンドロームを直してくださいよ。
これね、ハラタイラーに主題歌頼んだからって別にアルマゲドンっぽくならねえし、ていうか今時アルマゲドン狙いってのもどうかと思うし、このハラタイラーに渡した分のギャラをちゃんと本編、例えば、その船内のセット、例えばしょぼい娯楽室とか、まあ、何でもいい、もうちょっとマシに、なところに使うとか、そういうところに使えよと。何ハラタイラーに今時頼んでんだっていうね。あと、ま、本当にこれ細かいところですけど、プロップガンのデザインが、特にアサルトライフルの方、もろに、G36C ですか、ヘッケラ国。うん、ぽすぎます。まんますぎです。今の銃にしか見えません。はい。とか、あと、まあ、ね、なんだ、ラルフね。ラルフの処理は、ま、わからいじゃない。ああいう風にしたのは。ただ途中から、もろ R2D2 になっちゃうじゃないですか。だったら最初から、あの感じでよかったんじゃねえのとも思うし、そのさっき言ったパンドラ地上戦で、まあ、ね、見せ場があるわけです。その見せ場は正直ちょっと上がっちゃったけど、あんな強いなら、ラルフもっといっぱい配備しとけよって、誰もが思うあたりでしょうね。とか、もう、ざっと言ってきます。もう、お約束的なその、第三会議室。ね、第三会議室が破壊されるエピソード。その第三会議室が破壊されるエピソードのためだけに出されるあるキャラクターの、本当に取ってつけたような登場ぶり。もう異常ですよ。この取ってつけたぶりは異常。というか、野村幸男さんの脚本はいつも、伏線のための取ってつけたものが目立ちすぎです。本当に。取ってつけ、それはだから伏線と呼ばないよっていう感じになっちゃってると思うんですけどね。で、またダッサいフラッシュバックで、はぁなんつって。勘弁してくださいよ。うん、あとは元の運動選手山田の、まあ、対、あれですよ、顎将軍ですよ。はい。ケツ顎将軍戦の名残で、まあ、さっき言ったその、第三会議室の件と、あとその、マイナスイオンの発射口ね。まあ、いわゆる鈴口がこう、塞がれた状態って出てくるのはいいんだけど、鈴口塞がれた状態を放置すんなよって言うじゃん。で、そんな、鈴口、どんな、例えば銃でね、ピストルで頭塞がれて撃ったら、こっちが爆発して何も前飛びませんから、その状態で撃って勝てる保証がなさすぎでしょ。そのマイナスイオンをさ。さらば運動選手山田の特攻は、その半物質人間、テレサテンがいたから、まだその理屈としてあったんだけど、あとまあ、そのなんだ、その一番偉い人の代理ね、っていうか現状一番偉い人が、鉄砲玉やっちゃダメだろ。これもね、なんか人手がない感じに見えちゃったりとか、あと、まあ、チェレンコフ推進の描写が本当にね、まあ、元通りにやれとは言わないけど、この映画の中でさえどんどん雑になっていくっていうね。はい。最初気失ってたのは何だったんだっていうぐらい、普通に飯食ってたりとかね、セックスしたりしてますからね。はい。ということで、言いたいことはつきませんが、ね、作り手側の心情っていうのはね、旧作、元の運動選手山田にはない、今回オリジナルの松岡修造の言動に全て込められていると思います。つまり、実は成功する目処など鼻からない、というのは承知の上で無茶な賭けに出てるんだっていうわけですよね。で、なおかつその上で、でもこういうのは指揮を取ったことのないものには、我々の重圧はわからないなんてことよ。つまり、その山田を監督する立場になったものでないとこの重圧はわからないなんて心情のトロがあったりするわけですね。多分これは完全に作り手の心情だと思うんですけど、ああそうですかとしか言いようがないよね。だったらちゃんとこう言ってください。日本人が初めて世界に挑む SF エンターテインメントとかっていうんじゃなくて、日本人が無謀にも初めて世界に玉砕覚悟で挑む SF エンターテインメントとかちゃんと言っといてください。偽りありです。本当に。はい。こんなもので挑まないでください。ということになります。まあおそらく時間が経てば国産 SF の珍品として楽しめる程度にはなっていくと思いますが、僕はこれは、擁護しがたい、出来だというふうに思いました。ただね、そのとにかく経典同地のキスシーンとか、もろもろのびっくりシーンはありますので、そういった場面を確認する意味では、こちら。スポーツマン山田、おすすめです。